おい、スズナ。気安く下の名前で呼ばないでもらえる？意外といいもんだぜ。お前も俺を下の名前で呼んでみろよ。あなたの何だったかしら？龍炎次郎丸だったかしら？ユーモアにあふれるクソジョークだ。面白いぞ。目は全然笑ってないようだけれど。龍炎かけるさんだ。突然湧いて出てくんな。脇役が出しゃばるんじゃねえ。うっす、失礼しました。あなたもなかなか使い勝手のいい友人を持ったみたいね。あいつの力を引き出してやれるの俺くらいなものだからな。次回過ちを犯しながらそれを改めないことをこそ真の過ちという。で、いい加減下の名前で呼ぶ気になったか？全くならないわね。